こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアルティです。はい、今日一緒に勉強したいと思った曲はスノーマンの縁でございます。3年続く恋に落ちて運命は巡り巡り、それでも永遠に我愛に、空の果て赤い糸をたぐろう、なんとも巡り合うゆえよ、あなたへと。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はスノーマンです。9人メンバーのアイドルグループなんですが、活動は2012年からしました。事務所はジャニーズと、レーベルは ABX トレックスです。活動は2012年から始めましたけど、デビューは2020年、ストーンズと一緒に CD デビューをして、その前には立川歌舞伎っていうミュージカルから出た歌舞伎みたいな、そっちにバックダンサーとしてずっと毎年出て、それでなんかダンスとかアクロバチックがスノーマンの強みになります。アクロバット、この曲は中国のアニメーション白蛇縁起っていうアニメーションの日本語のダービングバージョン、テーマソングになります。タイトルを見てもすぐわかると思いますけど、縁、つながりがこのアニメーションのキーワードになりますので、今日の観戦ポイントはそれぞれの大切な人、大切な縁、大切なつながりを考えながら見ましたらもっといいと思います。いきます。연출이좋아요약간붉은실인연그러니까딱빨간색을강조한거같아섹시 이렇게약간느린비트에중국악기가나오면되게약간야해지는거같아요 맞아맞아맞아 아이게배경이빨개서그런가더괜히헐벗고계시고그리고꺼있더라 약간옷입고있어도약간파란파란거리는옷입고있을것같은느낌약간그런느낌있어너무멋있어진짜표정마저도되게자연스럽고맞아맞아사실이렇게벗고찍으면집중하기힘들잖아그러니까 나는좀어려울것같아난못해 아어도요테키나각기와やっぱり한국어では한가感じれる각기だと思います중국의애니메이션과原作だから、その楽器が中国の日本と中国の発音ではアルフ、ER の弦が2つだけ、だからアルフ2つも弦楽器が入ってるんですけど、コソっていう楽器、韓国語でしたらゴジェンの次の日本アルフっていう楽器が入ってて、その楽器がメインになって、それが東洋的な雰囲気を出してきてて、なんか神秘的な感じの曲だな2019年に中国に出て70億円の売り上げを記録しました。わあ、円、円、億円、円で書いてます。わあ、すごいです。すごいですね。바로흰색으로반전이에요。아니자니즈계속우리가리뷰하면서느끼는건데다너무잘생겼어다되게개성있게잘생겼어요각각각기다른매력나그런것들이이런거에서계속느껴지거든멤버가많으니까목소리가계속조금조금다르잖아그러니까들을때이게재미가있는거같아그래서분위기가바뀌니까그런거같아화음싸우면또화음싸우는대로또그치그치이렇게조합하고이렇게조합하고이렇게조합하고맞아맞아 재밌긴하겠다
はぁ、見えじゃねえ。続く恋に落ちて運命は巡り巡る。おぉ、가사량도너무좋아。그리고이번노랑친구거랑같이쓰여서원래재미도있고정말자연스럽게녹아들었어요그코러스약간빼게깔리는것들은또중국어더라고요맞아맞아챘는지붉은실은되게감동적이야뭔가뭔가웅장하지않아그냥중국이라고생각해서그런지뭔가웅장해 이런거이런거다중국어로하더라고요나이거해석할때진짜힘들었어그래서이게일본어인지중국어인지알수가없으니까아맞네저도와인이만따로떼서중국어검색했어요어겐가키의특징은가온노아이다오지윤이있다리깃다리できること赤い糸なんか糸だからもっと弦楽器をもっと使ったと思ってもっとつながっているのを楽器でもっと表現したんじゃないかと思いましたサビ入る前にダダダダダっていうフレーズがあったんですけどエレキギターで真似してみたんですけどなんかできなくてなんだろうって言いながらずっと探してみたらニホっていう楽器で弾いてそのところになんかエレキのエフェクサーみたいなやつをかけてそういう変化を与えたんじゃないかなとちょっと伝統楽器でもそういうことができるんだなとちょっと勉強になりました僕はそれなんかサビ日本の曲だとサビところは歌詞が全部違うじゃんそうするとなんか歌詞見るなんか楽しい気持ちがあるんですけどそれ同じにしたら意味がどんどん強くなってなんかもっと感じれるのこともあるんだからなんかそれも良かったと思います그아코로같틱이랑이런거보고싶었는데약간무용같은거했어도실수하면서너무멋있었을것같아요스노우맨워낙춤을잘추니까아코로바틱을정말잘한다하더라고라이브때도막찾아봤거든날아가는아놀랬어네주니어시절이확실히훈련그기간이되나봐요아따라가자영상미도있네이렇게얼굴에뭔가글자도이렇게들어가면서이거이상해붉은색과흰색조합을진짜잘쓴것같아딱그하얀뱀도나오는나오는이미지가영화의내용이랑도같아진짜영화영화한번보고싶네요중국의4대민간설화란에백사전이있는데그하얀뱀의이야기가있는데그전생을이제한그이야기를다뤘다고하더라고요どうでしたか最後の余韻まで中国の楽器が入ってるのが本当にすごいなと伝統楽器を現代的な感性を混ぜてこんな新しい音楽を作れるのが本当に勉強になりました、うん、頑張ります最近はなんかイヤホン使ってるから最近の曲だとあんまりなんかうやーとかなんかないんだって、うん、昔はイヤホンがないからスピーカーで聞くからめちゃくちゃ大きな声とかしないと感じれないそれでなんか聞いてその曲はめちゃくちゃトレンドに強くなかっても感じれることがめちゃくちゃ感じれるになれるといい勉強になりましたかっこよかったんですなんか最後に円がずっとバラバラになっててそういうことを見てあメンバーのみんなとなんか家族といろんな友達も全部円だったかなと思いましたそれであ今一緒にいててありがとうございますこちらこそこちらこそジャニーズの曲の中でその伝統的な楽器を使った曲があんまりないから新しいなと思いました僕はなんか今日勉強より感想がもっと多かったと思いますなんか弦楽器のことがやっぱりなんかもっと感じれる楽器と思いますだってなんかめちゃくちゃ感動的な曲を聴いたと思います今日もいい勉強になりましたありがとうございますこれからも
一緒に勉強したいと思った方々、ドロップといいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。